最近ギルティーギアが新キャラ発表されたじゃない。あれリークだって騒ぎになったでしょ。知ってる？あ、なんかちょっと知りました。確かにリークあったリークあったみたいな。あれね、あのもうあれぶっちゃけバンナイナムコが悪いんですよ。ギリティギアってね、正直言うとワールドワイドで50万本行くか行かないかみたいな、世界のタイトルだったんですよ、もともと。はいはいはい、はい、正直ね、僕もどかしかったんですよ。僕あのこんなにいいゲーム、はいはい、もっと売れるやろ。あ、はい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 、でなんで売れんのじゃと思ったの、はい、あのいや売れない、売れて売れないってちょっと失礼な言い方になっちゃうかもしれない、ギリティギアファンの人に、うん、でもそのいわゆるゲーム業界のビジネスマン、まあ、俺はクリエイターでもあるけどビジネスマンでもあるんで、はい、まあ、歴史の数字としてって話ですね。歴史の数字としては、うん、例えばバンダイナムコだったらもう扱わなくなっちゃう数ですよ。はいはいはい、はい、だってでアークさんはかなり開発費を抑えてやってるからあれで済んでるけども、うん、だから俺からするといやもっと売れろと思って、うんうん、で正直日本のが誇るそのトゥーン制度の、うん、トゥーンアニメーションのそのゲームとしての表現力としては俺はかなりすごいレベルだと思ってて、うん、で特にイグザードの時にはそれを思ったんですよ、はいはい、これすげえと思って、なんでこれがこれぐらいなんやと、おかしいやろと、おかしいやろって、はいはいはい、ちょっと見てる人知らないと思うけど日本では格ゲーってどんぐりの正クラブなんですよ、うんうんうん、あのどれも同じような売れ方しかしない、正直言うと、はいはいはい、海外行ったとそれ違うんですよね。はいはいはい、もうストリートファイターとか鉄拳とかボワーンって飛び抜けてるわけじゃん、はいはいはい、で猛攻鉄拳ストリートファイターのこの三大巨頭になっちゃってて、 なるほど、あとその他いろいろみたいな感じになっちゃうわけですよ、はいはいはい、でそのギルティは俺はすごい売れてほしいと思ったん で、はいはい、でその中でギルティギアはやっぱりこうストライブをやるってなった時に、まあもう正直言うとイグザードが終わった後あたりから、はい、僕の方からアークさんにアプローチして、ほう、もう仲良かったんだね、アークさんと、はいはい、ちょっとうちで売らせてくんないって言って、あ、はいはいはい、はい、作るのはアークさんがやればいいし、逆に言うとそのアークさんのタイトルとしてアークさんが開発費を自分らで出すんだけど、うん、売るのは俺らの方がいいんじゃないっていう、まあそのそっちの方があれ言ったら売れる自信あるよって、自信あるっていうかね、これはこれも世の中の人が意外と知らないけど、ゲームのパブリッシングってゲームの、はい、ゲームの中身はいいのって当たり前じゃないですか、逆に言うと今、まあ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 、いや昔は違ったんですよ、はい、クソゲーからいいゲームもあったんですけど、 今それなりに全部いいんだよゲームってはいはいはい、でネットフリックスを想像してもらえば分かるんだけど、はい、ネットフリックスで何見ていいか分かんないじゃないですか今。あ、多すぎますからね。あれってでもなんか今月のトップとかおすすめとかで見ちゃう人が多いわけですよ、やっぱり。あ、はいはい、まあまあその何見ようかなってやってたら。選ぶってことがもう難しくなってきてる中で、だって選択肢が多すぎて、うん、でパブリッシャーの役目ってそこで届けるわけですよ、これはいいもんですよって。あ、でこの力が、はい、ものを作る力と同じか、モバイルなんかの場合ももうこっちの方が上だよね、パブリッシングの方が。あ、まあ、それぐらい重要になってきてるわけですよ、はいはいはい、いいものだから売れるなんていうのはもう、ね、申し訳ない、それはもう本当中学生ぐらいのピュアな少年の心で痛いのは分かるけど、はい、いいものなんていっぱいあるから、いいものであること当たり前でっていうのが大前提になっちゃってるんで、いいものがいいですよって分からせることが重要なんですよ。ギルティも結局ストライブが一番ものすごく売れてるでしょ、うんうんうん、でそれはうちらのおかげだとは言いません、あの彼らアメリカと日本はアークさん自分たちでやってるんで、はい、スチームとかね、だけど僕らはやっぱりそれ以外の地域全部僕らがやりますよ、うんうん、日本とアメリカが全部やるよっつって売ってるわけですよ、うんうん、で、まあ、それなりに頑張らせてもらってるんですけど、そのそれをさせてくれって言ったんですよ。最初はもう全世界をうちらでやりたい、はいはいはい、まあ、国内はアークさんでもいいかもしれないけど、うんうん、もう基本的にうちらが全部売った方が絶対売れるからって言って、うんうん、でそれはねやっぱりアークさん最初から分かってもらってて、うんうん、で結局かなり協議を重ねて、じゃあお願いしますってなったんですよ、うん、でそれを仕掛けたのは確かに僕だったんですよ、はいはいはい、でその後、結局そのストライブが出た時にはもう僕、ちょっと部署が変わっちゃって、あ、はいはいはい、まあね、こうスタジオってパブリッシャーじゃない方、はいはいはい、作る方ですね、うんうん、でそこに移って複数タイトル作ってるんですけど、うん、でまあ、そこに移っちゃったわけですよ、はい、でだからそうするとあのストライブには基本関わっちゃいけないわけですよね、はい、秘密、ああ、なるほど、もう会社が別やから、そうそうそう、保守ね、秘密の保守義務もあるわけじゃないですか、はい、だってそれで俺が内情知ってたらまずいでしょ、ああ、まあガバガバやないかって話、そうそう、なるから、うん、
あえて情報も遮断しなきゃいけないし、はいはいはい、いろんな、なんかリークが逆に言うと怖いし、うんうんうん、なんかあった時に まずいから積んで、うん、俺は全くギルティーのもうそのリリースの時はいろんなことももちろん知ってたけど、ね、はいはい、リリースしたとも知らなくて、うん、で、その代わり、もちろんアークさんには協力したいっていう気持ちはあるから、うん、じゃあそのうちでパブリッシング海外でやってるんでいろんな大会とかいろんなプロモーションとかの、うん、発表がされたらそれを見てリツイートとかしますよ。あ、まあまあそれはしますよ。ガンガン X とかでリポストしますよって、うんうん、じゃあ原さんお願いしますみたいな感じでやってたわけですよ、はいはいはい、そしたら今回、はい、パッとある朝起きたらですね、はい、オギルティの新キャラが発表されてるわけですよ。バンダイナムコアジアのサイトで、あ、はい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 、うちの公式で、はいはいはい、ドーンともう堂々と、はい、で話題にもなってるわけですよ、はい、眠気まなこで、はい、朝一で発表したな。そうか、時間帯的にはでも海外はそうだ、ね、あ、そうか、いや、そうなりますよね。その海外は今こんくらいかもしれない、うん、まあ、ありえんのかな、はい、うん、分かった、じゃあ俺もリポストするかと、はい、まあ、思いっきり引用してリポストしたところ、うん、まあ、わずか45分ぐらいの間に1500リツイートぐらいされて、なんかおかしいなと思ったんですよ。伸びすぎやなと、あれと思って、はい、俺鉄拳の鉄拳のキャラ発表でもないのになんで俺のギルティのリポストがこんなに、まあ、引用ツイートですね、引用ツイートがなんでこんな伸びてんだろうと思ったところ、はいはいはい、どうやらバッとリプライ欄を見たら、はい、あ、原田がギルティギアのキャラをリークしてるってえってなって、はい、で朝だ、早朝だったっていうのもあって、はい、バンナも誰も指摘もしないし、はいはいはい、気づいてない人も多かったんですよ、はい、で俺はこれはおかしいと思って、はい、とりあえず消したんですよ一回、はい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 、そしたら実はそのバンナムがお願いしてたそのアップロードするその、うん、サイトを運営してる会社が、うん、まあ、そこの責任するわけじゃないんですけど、はい、まあ、テストでテストアップロードってするんですよ、ああいうのって、はい、内部的に内部テスト、はいはいはい、そしたら本番に上がっちゃったみたいな、あ、だからあれですよね、 YouTube で言ったら限定に公開みたいな、そうそうそう、限定公開しようと思ったらなんか本番の方に上げちゃったみたいな、はいはい、ヒューマンエラーだったんですけど、俺朝6時に起きて、うん、で俺がリツイートしちゃったから、はい、多くの人は実は、はい、その俺が発信元だから、ああ、なるほどなるほど、はいはいはい、まあ逆に言うとワンナムという立場から見ると傍から見たら、うん、でだけどみんなの中でハテナがいっぱいついちゃって、はい、そもそもこの情報元なんでバンナムのサイトなの、はい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 、その引用してるところですよね、そうそう、はい、海外の人はバンナムがやってるって分かってるんですよ、はいはい、あのエルデンリングもダークソロもバンナムがやってるって知ってるんですよ、うん、はいはいはい、だからギルティギアもそう知ってるんですよ、だから日本人知らないでしょ、アメリカ人と、アメリカ人と日本人はアークがやってると思ってるから、あ、だからそう、あれバンナムの原田がなぜかアークのキャラをリークしてるのに、はいはい、に見えたんですね、なっちゃって大騒ぎになった。でもう僕ギルティファンから責められまくり、はいはいはい、なんてことするんだ、はいはいはい、で俺からすると、え、ちょっと待てよみたいな、俺むしろリポストして応援みたいな人だったんですよね。で俺も知らんキャラだったから、はい、いいキャラだなと思ってたんだけど、はいはい、しまったみたいな思って消したんだけど、はい、まあ、ギルティファンの中の記憶としてはもう原田がリークしたみたいになっちゃってて、もう多分そこだけ残ってる人いますよね。そうそうそう、今の話の経緯聞いてもらえばそうじゃないなって分かってもらえると思うんだけど、意外だと思うんだけど、はい、ファイナルファンタジーとか、はい、ヨーロッパとか例えばオセアニアとかはうちにお願いしてたりするんですよ。あ、そうなんですね。知らないでしょみんな。いや全然知らん、全然知らん。EA、エレクトリックアーツの EA、あ、EA、はい、EA の方が EA スポーツの FIFA とかのタイトルを、はい、ヨーロッパのこの地域はバンナムさんお願いしますとか言ってくるんだよ。え、EA で EA がだよ。へえ。あの、パブリッシングじゃなくてディストリビューションね、それは。あの、ディストリビューションの方、あの、要は流通、流通はバンナムでお願いします、ね、はいはいはい、パブリッシングはうちありますけどみたいな、はいはいはい、だけどその流通させてんのうちみたいな、いろんな小売店とかに売ったりとか、じゃあだいぶバンナム暗躍してるんですね。バンナム実はだから そんなのすごく多い昔メタルギアソリッドがまさかあのオーストラリアとかオセアニアはうちが売ってたのかみんな知らないよ。いや知るわけない。コナミの知るわけないです。旧バンナム のバンナムって名前じゃその時なかったですけど、はい、ところがやってたりとか、結構そういうのが、あ、へえ、未だにあるんですよ。だからスクエニさんのタイトルをうちここの地方ではディストリビューションしてるとか、パブリッシングも一部やるとか。いや、そう、何も知らない時、うん、それあの僕謎だったんですよ、うん、なんでこのゲームにバンダイナムコエンターテイメントってついてんのみたいな。そうそうそう、
あ、そういう事情やったの。パブリッシャーですよ。はいはい。なんやろ、別にその、ちょ言い方してるようになるかもしれないけど、じゃあその時戸くんとかさ、はい、その梅原みたいにさ、なんか際立ったプレーっていう感じのタイプでもない。いや、じゃあ全然ないです僕は。でなんかそのじゃあそのこう田中菜みたいになんかとんで、はい、とんでもない、あ、まあ、とんがった方に行ってるわけでもないやん、はいはい、でもないです。いや、ほんとじゃあけどめっちゃ道具楽くんでもこの業界で結構格ゲーまたいでほとんどの人知ってるはずやから、はいはいはい、なんでそうなったんやろっていうのは自分の自己分析ではどうなってんの。まあ、喋るのは僕すごい好きなんですよ。喋、うん、るのすごい好きで、まあ、関西人、あ、まあまあまあ、まあ、関西人みんな喋るの好きやから。そうですね、ほっといたらずっと喋ってるみたいな。喋るのはすごい好きで、でいろんなゲーム、うん、結構そこそこのなんか知識あったりとか、うん、あとはあのストリートファイターの、うん、ストリートファイターリーグっていう大会で、うん、まあ、去年一応優勝したんですよね、うん、世界大会まで。してだ、それで、あ、まあ、なんか実績、そうやね、実績見たらそこそこやるんやろうな。あ、そうですよ、そこそこね、実はね、そこそこやるぞぐらいの実績はあるんですよ、うん、まあ、だから気がついたら勝ってるみたいなとこありますね。あ、そうそうそう、なんか勝ってるって言われるんですけど、うん、もうなんか強さで有名になってないよね多分。そんな、そこは不思議とあんまりだと思います。なんか割と知ってる人の7割は強さじゃない方で知ってるよね多分。それ以外だと思いますよ。そうそうそう、なんか面白いエピソードとか、なんかそっちでだと思います。そっちやな、はい、で大体面白いエピソードから入って、はい、あ、この人強い、強いんやって後で言われる、ね、あ、そう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 、実は強いんやこの人みたいな感じで。まあでも A パターンかな、逆に。うん、僕は別にその、まあ、ゲーム強いこともあれすごい大事だと思うんですけど、結局なんですけど、プロゲーマーってやっぱりどうやってやっぱ人気出すかってところに、ほんまそうやで、そう終始すると思うんですよね、うん、で人気を出すための一番分かりやすい手段が強いことじゃないですか、うん、強かったらもうすごい分かりやすい。それはベースやったんだけどな。そうです、さっきで言ったゲームは、ね、クオリティ高くて当たり前みたいなベースっていうのと一緒やね、はい、だからもうある程度強いことはまあ当たり前なんですけど、まあ、飛び抜けて強かったらやっぱそれは憧れられるし、すごい存在になるんですけど、別に強さは言ってしまえば人気を出すための手段の一つ。そうそう、ではほんまベースやと思うね。あ、そうそうそう、あと付加価値やからな。あ、そうなんですよ、あると思うんで、で僕はまあだからそこのベースの部分はまあ、あると仮定して、まあ、うん、なんか他のゲームにある程度精通、うん、まあ、精通って言うとちょっとまあ語弊あるかもしれないけど、他のゲームやる人、そうやるから、うん、まあ呼びやすいで、喋るから一人でも、そうやわ、そうそう、呼べるみたいな、呼んでもらいやすい。だから確かに呼びやすいから、ね、呼びやすいっていうので多分いろんなところに結構顔出して、で今みたいな感じでなんか結構重用していただいてるのかなっていうのはあるんで、だからあれですね、自分が頑張ったところはもう営業力っすね。いやでもほら結局パブリッシングやで、そういうなるほどなるほど、マーケティング&パブリッシングですよはいはいはい、大きいなって感じたのはその今年クレイジーラクーン CR っていうチームに入った時が一番ボーンって来たなって、うん、あれ来たんや、もうめちゃくちゃ来ました、すごい。もう俺前から知ったからあんまり分からんかったけど、そうやった。そうなんですよね、そこでじゃあ全然新しいドグラフォロワーというか、あ、え、ってか来たんや、僕6月の末26日ぐらいに、うん、その CR カップっていう大会があって、そこで入団発表したんですけど、で今12月ぐらい、うん、で半年経つか経たないかぐらいなんですけど、この半年で、うん、ツイッターのフォロワー数倍になったんですよ。マジで、で そんなことある。いや、ほんまのほんまそのぐらいだから影響あって、それはおかげで、数字はまで追っかけなかったか分からないけど、そんなことある。そうそんななんですよ。あ、それはでかいな。そうそうそう、だからじゃあ半分は今までのドグラを知らん人や。なんなら多分そのぐらいやったかもなぐらいの、本当に倍ぐらいになって、だから格ゲープレイヤーウィキとか今頃呼んでるやつらや。あ、そうそう、今見てる、この人もともとギルティーやったんや。あ、そう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 、はい、失礼やけど、はい、根はどっちかって陰キャの方やろ。あ、だから僕家だと全然喋んないですもん。絶対そうやろ。全然喋んないです。わかるわ、
わかるわ。そう、人前とかだと全然喋るんですよ。わかる。俺もこんなに信じてもらえないと思うけど、はい、俺めっちゃネクラやね。あ、はいはいはい。いや、でもなんかこだわり強そうよっていうか、めっちゃネクラよ。クリエイターキスとかの人、なんかそういう人多い気しますけど。あ、そうなの。うん。俺が一番好きな日知ってる？どんな日か。日ですか。うん。雨。そう。もう日本列島中が大雨。大雨の日とか。これどんな発想かしてる？これで世の中の人、俺より絶対楽しいことがみんなでけへん。あ、怒らない。みんなが楽しいことができへん日やから。暗そう、めっちゃ安心する。はい、安心してゲームやってこう、はい、あ、めっちゃ安心や。どうも、俺行けへんやけど、はい、その俺自分の部屋、一番上の部屋、はい、屋根でめっちゃ雨の音聞こえる、はい、その天窓とかある部屋、はいはい、部屋ババババババってうわーってきて、もう雨の音大好き。ああ、みんなもう全然公園とか遊園地とか行けなくなってんだもんなって楽しいなゲーム今日は。ドグラさんみたいに若い時はゲームの成績で頑張るけど、その後トークでもいけるんやみたいな人がついてきてくれたらいいよね。ああ、そうですね。その憧れてる人ももういっぱいおると思うけど。いや、まあそれは分かんないですけど。いや、おると思う。だからフォローしてるんやろ、みんな。ああ、気になるから。まあそのやっぱり競技者、プロプレイヤーだけでずっとやっていくのって絶対無理だと思ってるんで。ただ今、うん、その受け皿っていうか、引退した後、じゃあ競技者無理ですってなった時に、あの、何をするんですかっていう、うん、なんか選択肢がそんなにないと思うんですよ。あ、分かる分かる。漠然としたそこに対する不安もあるしな。あるでしょうね。だからこそ、そのプロになるのに踏み切れないみたいな人もいるかもしれないんで、うん、だそこをちゃんと、じゃあ、あのプレイヤーやって引退した後はこういう道、こういう道ありますよみたいなのとか、うん、っていうのの一つになれたら、まあ結構いいのかなとかは思ってますけど。いや、そうやな。時ども似たようなこと言ってたけど。ああ、もうあの人はなんか生涯死ぬまで現役みたいなイメージありますけどね。うん、まあでも全然違うけどね、タイプがね。タイプは全然違うと思います。時君に、ドグラ君の面白いエピソードみたいなのは絶対逆に言うとないもんな。ああ、はいはい。でも僕ね、結構時戸さんの面白いエピソード何個もあった。あ、そうだね。何個か。でもそれは本人が意図してないでしょ。意図してないです。いや、あの、ね、彼の面白いところって彼が意図してないところから、ね。いや、そうなんですよ。そうなんですよ。うん、じゃあ、あの、ドグラ君、なんか業界的に聞きにくいことでもなんか。業界的に聞きにくいことでしょ。めっちゃありきたりな質問してる。ズバリ聞いてみたかったってことない。森プロデューサーとの関係は。ああ、森さんは、はい、あの人あんな見かけやけど、はい、まあ、言ったらなんか俺よりやからみたいな感じでしょ。あ、まあ、まあ、結構どうなの。でもそんなプライベートで付き合ったことはないんですよ。いや、いや、あの人やばいよ。元々はやばい人よ。はいはいはい。ここのまさに恵比寿にある専門学校にいた人で、はい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 、あの専門学校の CM 出てるよね。なんか、あ、へえ、アミューズメントメディア学院な、はいはいはい、の CM とかに出てる人、はい、アミューズメントメディア学院時代にここにある、同じくある、はい、恵比寿にあるバンタン専門学校であるでしょ、ゲーム業界。あ、わかります、バンタン、はい、バンタンの森さんだから元気です。はいはいはい、あの、この人だけが見えて、そのやばい人なんだけど、はい、やばい人ではあるんだけど、はい、なんか俺なんか全然クリエイター気質、オタククリエイター気質がすごい強い。はいはいはい。もうストーリーとかの人書いてるじゃん、キャラデザー。俺もキャラデザー書いたりでもするけど、はい、あとストーリーももちろん俺考えるけど、はい、あの人のストーリーとか見たことある？ブレイブルーのストーリー。あんま読んでないでしょ。格ゲームは読まないんだよな、ちゃんと。いや、僕ね、最新のやつはあんま読んでないって感じですね。最初の方のやつ。あ、最初の方、多分僕あれやりましたよ。いや、俺これ何かの放送でモルビーといた時に、はい、ブレイブルのストーリーとかわけわかんない、6回ぐらい読んでもわかんない、はい、何あれって言ったら喧嘩売ってんのかみたいになって、で、あ、やばい、俺ブレイブルのファンまで敵に回したと思ったら、はい、俺のツイッターパッと後で見たら、あの、原さん大丈夫ですよ、あの、ほとんどのブレイブルファンもよく分かっていませんって書いてある。はいはいはい。そうなんやと。でも森ピーにそれ見せて、ほら、はい、みんな言ってるねって言ったら、すっごい顔真っ赤にして怒ってて、そんなことはないとか。みんな言ってるね。そうそう。
良かったです。いやだから例のさっきの話した、はい、あのリーク事件も、はい、速攻 LINE 来たも原さんやらかしたらしいです、ね、いやあのだからバンナムとしては申し訳ないんですけど、はい、正確には俺がやらかしたわけじゃないですみたいな。仲いいっすね。仲いい仲いい、はいはい、すぐ LINE 来る。何かあると LINE 来る。なるほどなるほど。多分この番組見たらすぐ来ると思う。あ、はいはい、見ました。ドグラ君ねーって言って、はいはい、俺が聞いてもいないドグラ君の話がいっぱい出てくる。はいはいはい、いや森Pありがとうございました本当に。業界屈指顔広いじゃないですか。広い、ね、あのいわゆる格ゲー業界で、そうでしょ、一番広いと言っても過言ではない。プレイヤーからコスプレイヤーからそれこそ買える、ある意味メーカーの人たちにも知られちゃってるからね。ドグラ君呼ぼうかみたいな感じになってるからね。安田 e スポーツもなんか、あ、いや、ドグラがって言ってるからね。安田さんにお世話になってます。そんなドグラさんにね、僕が一個だけ聞きたかったことあってね、はい、原田のバーに、はい、ドグラさんが連れてこれる一番すごい人誰ですか。誰やろ。ちょっと待ってください。タヌカナじゃない。いや梅原さんはワンチャンありそうな気はしますね。梅原さんか、まあ、まあこっちはちょっとどうか分かんないですけど、クレジラ君オーナーのおじじとか。あ、コスプレ界は誰かいますか。コスプレはえなこちゃんいけたりすんのかな。なんていやいや、そんなタイミング、それはだって番組がよくわからないじゃないですか。めちゃくちゃ高そうっすよね、えなこちゃん。ね。あ、でもあのグラブルの公式のガレオンとかナルメアやってるミヤコさんって人とかは、うんうんうん、あの人あれ隠れプレイヤーなんですよ、もともと。ストーリーの入ったかな。いや、バーチャス。バーチャンが。もともとはバーチャス勢ですね。いや、本当にね、あの10年前にそのやっぱりお会いしてちょっと喋った、実はね、はい、うん、時から、まあ、今10年ぶりのね、12、3年ぶりかもしれない、はい、再会になるんですけど、本当に原田さん当時と変わらずあの気さくにいろいろ話していただいて、 ありがとうございます。はい、まあ、今日呼んでいただいて、あの原田さんにも僕のことをいっぱいいろいろ聞いてもらったし、言いたいことも聞きたいことも結構あの共有できたかなっていう感じ。ほんま俺はまだ3割ぐらいやけどさ、いや、まあそれ時間許すんだったら僕も全然、新幹線の時間さえなかったらもっと聞きたいけどな、ほんまは、もっと。あ、でもな、そんなに魅力あんねんで、やっぱり。ありがとうございます。興味湧くもん。ありがとうございます、ありがとうございます。恐縮です。よかったわ、なんか人気の秘密が、興味湧くな。個人的にもすごい楽しい有意義な、はい、時間過ごさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。ぜひまたあの東京お寄りの際はちょっと他のゲストの時でも30分ぐらい寄ってもらってというわけで本日のゲストは、はい、ドグラさんでした。ドグラさんでした。ありがとうございました。あのごめん、ちょっとだけローカル話して。あ、わかりました、わかりました。俺奈良県民に会うの久々やから、はい、家族以外で、はいはい、この感覚確かめたいねんけど、はい、この感覚な、はい、どの感覚かって、はい、まあ、何個かあんねんけど、はい、なんか俺例えばとなんかそのよく海外行くやんか、はいはい、まあ、ヨーロッパとかともかくアメリカなんか特にな、はい、このビルは130年の歴史を持っていてとか、はい、まあ、もっと言ったら京都で、はい、これは600年前ね、600年前のみたいなこと言うやん、はいはい、最近やんって思わへん。あー、なるほど。比べる。いや、比べるっていうか、なんか奈良でいちいち聞くなんかその何百年前とかそのまあみたいな話がなんか古すぎて、まあ、いちいち言わないっすね。確かにあのなんかさらっとあの例えば正倉院はなんか何て645年にうんたらかんたらみたいな、もう さらっと出てくるじゃないですか。そう、なんかやたら世界最古とか出てくるやろ。出てきますね。世界最古の木造がどうの。出てきます、出てきます。ああ、いや、でもその最近やなっていう感覚は僕はあんまないかもしれない。俺あんまないかもしれない。
あっちこっち最近やんって思ってしまう、はいはいはい、これ奈良県で生まれたせいかな、だから生まれてないけど奈良で育ったせいかなって思ってんけど、はいはいはい、あ、僕その感覚は別に、あ、はい、あとさ、はい、これは絶対あるやろ。なんすか、あ、俺の時はダイエーとかやったんやけど、じゃあイオンとかでもええわ、なんか、はい、あ、でも最近の、最近はそうでもないかな、俺の時は近くに、はい、じゃ例えば1月正月に入ってきたチラシで、はい、6月ダイエーもしくはイオンオープンって書いてあったら、はい、あ、まあ6月にはオープンせんやろなって、あっほら通じたわ。だからそれは分かりますよ。分かるやろ。そう、まあ開かへんやろなっていう。ほらこれ他の県民には分からへん。え、なんでなんすかあれ。いや、基礎工事で掘るやん。あー、そっか、基礎工事で地面掘るやん。あ、他のとこはそうか、普通にそれがないんか。いや、掘るんやけど、はい、掘ったらもう、いや、出てきますからね、歴史的教科書が変わる発見がいっぱい出てくるらしいですから。だから、はい、高さ制限あるやんか、奈良県って。あります、あります。高さ制限あるくせに、はい、駐車場全部屋上にあるやん。あ、そうですね、そうですね。地下駐車場にするやん、効率で考えたら、うん、なんでせえへんやと思う。あれ古墳の下にもう一個この古墳作った人はここに古墳あるって知らんと古墳作ってんの。はい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 。いや、墓キングスフィールド。いや確かにめちゃくちゃ縦の立地多いっすわ。そう、あの、あ、もう嫌やねみんな。はい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 、あの掘り返したくないのよ。出てきてまうから。出てきてまうから。あ、だから、え、奈良に地下鉄ないのとかも、なんかそれ。奈良はね、地下鉄ないの、もう地下鉄とか地下掘らん理由もう一個あって、その、はい、嫌やってんのもあんねんけど、はい、実際はあの穴、地下にあんまりむやみに穴開けんなっていうのもあんねん。あの、うん、まあ、地盤がみたいな。水、いや地盤じゃなくてね、あの要は沼みたいにこう水が入ってるから、木管ってあるやろ。あ、木管、はい、木管って多分通じ、奈良県民は木管って言われたらすぐ分かんないけど、分かります、木管って言われたらその埋まってるな、その歴史的な、はい、なんか書いてあるものとか、うん、昔でいう書物やな、うん、木に書いてあるんだけど、うん、木管が腐らんと出てくる理由はあれ、水で密閉されてるぐらいだね。あ、へえ。だからあんまりむやみに掘って水出してしもったら、あ、腐っちゃうんか。腐るんよ。あ、へえ。だから あかんねんで。あ、じゃああれなんですね、出てくる出てこないじゃなくて、あのもう保存しちゃうな、はい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 、なんかいろんな決まりなんかあるんか分かんないけど、なんかいろいろあるみたいで、そういう制限が。あ、そん、そう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 、あ、なるほどな。そうなんや。あ、でもだってほんまにならそんなのしょっちゅうっすもんね。しょっちゅうやね。なんか何々が出てきたためみたいな。他の県と違うのが、はい、埴輪とあの縄文時代と弥生時代のが同じぐらいの地層から出てくるんだよ。はい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 。で、あの見たことあるやろ、教科書であの土偶とかさ。あ、見たことあります。あれ奈良県やんか。あのミステリードールみたいなやつですよね。で、あの普通の埴輪って全部貼り合わせて埴輪になってんのに、奈良県から出てきた埴輪だけなんかあの、はい、生でズボーン出てきたりするの。あ、はい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 。あんなほぼ割れんと生で出てくるの奈良県だけやから。あ、なるほどなるほど。あの藤の木古墳で有名な古墳も、はい、ただの家の建て替えやで、あれ。あ、から出てきたんですか。そう、住んでた人が家を建て替えしたいってリフォームして、リフォームどころか全部建て替えしたいって言って掘ったら、はい、とんでもない遺跡出てきたせいで、もう藤の木古墳になってる人、その人立ち退きやで。うわ、住んでないからな、もうそこに。かわいそう、むちゃくちゃやん。かわいそう、ね、掘られへん、もう、はいはいはい、掘ったらもうあかんってなんで、もう掘ったらみんな不幸になるんですね。絶対卑弥呼の何かとか絶対すぐ出てくる。卑弥呼のなんか出てきたらもうえらいことする。卑弥呼も最近でもどんまん出てる、なんかそんなこと、卑弥呼住んでたとことか何年かも、奈良からっすよね、だって邪馬台国だから。奈良やばいで。いや、もう奈良だけでするわけじゃないけど。はいはいはい。